国立スポーツ博物館は、オーストラリア、メルボルンのメルボルンクリケットグラウンド内に位置し、オーストラリアのスポーツを専門とする博物館である。オーストラリアンフットボール、クリケット、下記及び冬季オリンピック、テニス、ラグビーリーグ、ラグビーユニオン、サッカー、バスケットボール、ボクシング、ネットボールのようなスポーツに関する展示がある。オーストラリアスポーツ施評ホールも、 オーストラリアレース博物館及びメルボルンクリケットクラブ博物館とともにこの博物館内に位置している。隣接する MCC 博物館ではメルボルンクリケットクラブの歴史に関する展示を行っている。2010年10月6日、オーストラリアで顕著なスポーツとなっている競馬に関する展示を行うオーストラリアレース博物館が国立スポーツ博物館に吸収された。 国立スポーツ博物館がオープンする以前、オーストラリアスポーツギャラリーオリンピック博物館が17年間存在した。1986年11月22日にオープンし、2003年10月4日に一般に閉鎖された。この博物館は1928年にオープンし、博物館と同時に取り壊された QMCC メンバーズスタンドの前に位置していた。 この博物館は QMCC メンバーズパビリオンへの通路として一般に無料で公開されており3万5千人以上が閉鎖直前の1週間に入場したウィキメディアコモンズには国立スポーツ博物館に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。